どうですか今ね、随分こう熱くねやってもらいましたけど、シソンヌのラブレター、どうですか、こうやって熱くね、シソンヌに向けてもうね、思いの丈を語って、今どんな気分です？そうですね、嬉しいですね。ああ、嬉しい。なるほど。あこうやって、うん。子孫、未来とつながることができて、私の生き様が多少とも役に立つのかなと思うと、本当嬉しい。ああ、そう。まあ、恥ずかしい部分ばっかりですけどね、伝えたのはね、本当に情けない自分ですけど、でもそれが、子孫の役に立つんだったら、それは嬉しい。息子や娘が受け入れてくれなくても、孫孫はがね、ひ孫が、分かってくるかもしれない。受け入れてくれる可能性がある。あるよ、十分あるよ。十分ある。そうですそう考えか。ると、私の恥ずかしい人生も役に立つかなと思うと嬉しいですああ、ね。そうですか。昨日ね、やった後と、今日やった後では、なんか違いあります？そうですね、昨日はね、まあ偉そうだったなと。自分のやってきたことをね、並べ立てて、ちょっと自己アピールが強すぎたなと思います。これじゃあ、あまり役には立たないですよね。もちろん私がやってきたことを乗り越えていく人もいるでしょうし、でもそういう人にはあまり役に立たないと思う。そんなことはもともと、あるいはそうでない人の場合はかえってプレッシャーになるというのも本当だと思う。なるほど。だから伝えるのは子孫の役に立つことを伝えなきゃいけないんで、偉そうなこと言ってもそれは役に立たないってことがよく分かりました。ああ、だそうかでらす今日か。は自分の恥ずかしいところ、それを伝えたつもりです。まあ、これ見てね、いやー、おじいちゃんありがとうっていうふうに子孫が思ってくれたら嬉しいですよそうでね。すね、本当にあの行くのが楽しみうです。わあ、いいね、それは、いい言葉だね。そうですか。いやー、先生ありがとうございました。素晴らしい。